今キネオ聖保さんの練習曲で五線譜で弾く練習してますが、ちょっとそろそろこういう曲も弾いてみようかと思います。まあ、練習曲をやって、まあその五線譜と勘どころ、耳遣いがまあ入ってきますので、ちょっと割と、これ二重奏ですね、の曲を選びました。で、本調子のもの、いくつか買ったんですけど、本調子のものが二つあったんですが、一つは独奏曲って結構早いとこがあって難しかったりしますので、これにしました。で、これ台に弾かれて買ったんですね。っていうのがもともと私はこの夏のっていう曲の、まあ、お三味線で、まあ、6、7人かで三重奏をやってんのを聞いて、結構衝撃を受けて、それでキネア聖保さんに目覚めたっていうことがあって、その次の初集ですね。どんな曲か聞いてみたかったんです。で、YouTube では演奏してるのなかったので、楽譜で買いました。まあ、割と初心者にも弾きやすそうな感じ。すぐ見て割と曲の感じがつかめる感じでしたね。で、かつ、二重奏になってて、その二重奏のとこが割とシンプルなんですよ。で、やっぱり、キネア聖保さんの魅力を感じたのが、楽器としての合奏をしているというところに魅力を感じましたので、これでちょっとやっていこうと思います。まず今日ちょっと上のパートね。そして、まあ、編集して、二重奏ができたらいいなと思ってます。で、この、63っていうのね。これ一応メトロノーム今ネットであるので確認したとこ割とゆっくりしてました。カチカチカチ。なんか初秋って書いてますけど、そういう感じですね。で、これが上のメロディーで、でこの五線譜で曲を弾くってなんかとても新鮮でワクワクします。長唄のやっぱ曲とは違う、このゆったりしたところでもちゃんと音楽になっている。やっぱり長唄だとお三味線だけのところはとても難しいし、歌があるところは歌があって初めて曲になるという感じですね。この音楽だけで曲になる、曲が弾けるというのはすごい楽しいです。で、次に、下の音が、ですね。これが、下が今回シンプルなので選んだんです。最初はメゾピアノですね。メゾフォルテですね。ドは11ですね。ドーシララ。ドーシララ。はい。ここちょっといきなりで難しいですね。まあ、今度これを二重奏にしてみたいと思います。以上です。でも楽しいです。